はい。えー、超駅太郎サブチャンネルです。あのー、巨人軍のね、坂本選手の件、まあ何度も何度も言ってあれなんだけど、私びっくりしたのは、一切 <laughs>、マスコミ系、報道しないのね、これね、すごいね、っていう。あのー、これ、逆にまずいとも、どんどん巨人軍の不安離れが加速するというか、うーん。だやっぱり、良くないじゃないですか、これって。じゃあ、 男女ってわけじゃいけないようなこと言ってるけど、これ逆ってあんまりないですよね。男の人が女の人にひどい目に遭わされて、なんかその性の吐け口にされて、みたいと、あんまり聞かない。あるのかもしれないね、ひょっとしたら。うん。 なんか、同じ逆のことがあるのかもしれないけど、やっぱりあんまりないじゃないですか、正直言うと。私も、当該の男の人からそうやって、ひどい目にあってなんか呼び出されて、いつも、あの、やられるだけやられて、もうひどい目にあったみたいなこと、あんまり聞かないので、やっぱり、圧倒的に、まあそうですね、犯罪白書だとか、被害状況を見てても、男性か加害者、女性が被害者っていうのが圧倒的に多いわけですよね。これ、警察が認知件数をいたずらに捜査してるな ありりえないのででやっぱそそこまあ、ど,どうう考えてもそうですね体力差にもよりますし、えー、体格差性的な体の構造の作りから見てもやっぱりそれはもう間違いないということでゼロではないにしたって圧倒的に女性が被害を受けることが多いのはもう間違いないですね。で結果こういうようなことが誰が見てもおかしい状況があるにもかかわらず普通に試合に出てまあ ねえ、すごいメンタルですね。活躍して、うん、下に出て活躍して、何事もなかったこのように、やっていけれると。刑事事件じゃないんだから大丈夫かなという。なんか、こういうことが紛失していくと、ジャニーズのメンバーの中でも、そういうようなこと、似たような、LINE のやり取りをしていることがもう出てきていますね。うん、これはいいんだ。だからこれって、どういうふうに折り合いをつければいいのかな うん、これ子供とか一般の人たちにどう説明していくんだろうだからテレビとかで報道されてないから嘘なのかな嘘になっちゃうのかなこれ、うん。本当に物のの見事に報道しないんだっていう感じですよね。うん、まあ確かに何でもかんでもって言えばいいってもんじゃないにしたって まあ、こういう事実がありましたっていうこと、うんやっぱそうなっちゃうのか。そうすると、公平とか、公正、公平なものじゃなくなっちゃうのかなっていう気はしますね。一定数。いや,やっぱり、都合のいいこと都合のいいことだけが、報道されるんだなっていう。うん。そうなんだよな。あれですよ。 不思議に思うのは、まあ同じ何度も何度も繰り返しになっちゃいけないんだけど、子供置き去り事件の件ですね。園児置き去りバス、バスっていうかワゴン車にね、あれのところでもそうだったんだけど、時系列で見ていると、最初ってここまでの報道ではなかったんですよ。一地方の事故だったんですよ、これ。私がね、あのー、すごく、 嫌味でも何でもないですよ。ご近所の方たちに対してね、嫌味で言ってるわけじゃないですよ。当該の報道があった時に、飲み物が置かれるのは、花一つと飲み物一本だけだったんですよ。ね。最初の数日って全然だったんですよ。いや、知ってたはずですよね。知ってたはずですよね。 うん。だけども、それってなかったんですよ、実は。あのバスが止まってたところに。今はもうすごいこと、喧嘩台みたいなすごいことになってるけど、これって本当に、まあ、安倍さん現象じゃないけど、なんだろうと思って、止まらないですよね、そうなっちゃうと。うん。手を合わせに行くっていうところってなかったんですよ。最初本当にお花と飲み物が、 一つだけだだけっったたのが数日だったんですよこれがもう見る見るあふれてっていう形になってるのは何だろうなって思ってますね。やっぱりマスコミが報道が過熱しどこでも取り合う特集を組むもう警察までが検問自治検証。 をするようになってからなんですよ。やっぱり、これぐらいマスコミってものすごい力があるんですよ。いや、だから、気がついて行ってないからダメって言ってるわけじゃないですよ。っていうのは、みんながあれを見て、あ、私も行っていいんだって思ってるから行ってるんで、これは悪いってことを言ってるわけじゃない。最初は、そんなんしていいのかな、食べ物とか置いていいのかな、近所迷惑にならないのかなって、みんなその近所の人たちも躊躇してる。行きたいけど。うん。だけど、もうこれが OK ってなって、みんな気持ちがもう、 もう抑えられないですよね。だってあのことの状況を思い出せば思い出すほど可哀想で仕方がない。ね。その、事故の状況とか亡くなり方が。もうね、そうなるわけですよ。だから、それぐらいマスコミの報道っていうのは力があるんですよ。やっぱり出なきゃね、出なきゃね、知らなきゃ知らない、なかったことになっちゃうので。これで封殺してシーズンオフに 突入させちゃうんだろうな。ねえ。なんか、どうなのかなまあ、ただね、内容が内容なんでね、報道しにくいですよね、テレビでね。うん。まあ、一つそれはあると思いますよ <laughs>、うん。ちょっと、あまりにも、あまりにもあれなんでね。うん。っていうのはあると思います、これは。あのー、一応、時短も済んでるし、本当に被害に遭われたとか、当該の女性も望んでるのかな、っていうことも考えると、 難しいですよね。難しい一面があるので、何とも言えないですよ。ね。うん。俺は。はい。非常に難しい。<laughs> ただ、くすっと笑っちゃって笑っちゃいけないけど、ね LINE のやりとり気をつけないといけないですね。本当に。ね怖いです、怖いです。ね皆さん、どう思いますかこれ。うん。あのー。 大きい、この、今あるこの、同じにしちゃいけないけど、同じと全く種類が違う事件なんだけど、この今回のエンジンをき去り、豪果の時より、非常に大きい、 流れになっていますね、うん。もう社会的な現象になって、やっぱり国も政府も自治体も動かなきゃいけないという、警察も本格的に捜査に入ってますので、ひょっとしたら逮捕があり得るかもしれない。在宅起訴とかあり得るかもしれないという状況になってますね。まあ、あの、知床の船転覆の件もはっきりはしてませんけど、これもまだ捜査進んでると思いますので、うん、こういったことっていうのは、捨ておかれない、ね、こういうことを、 曖昧にしない世の中になっているので、何らかの処分は来ると思います。うん。ねまあ、二度と会っちゃいけない事故ね、うん、っていうことね、二つも大きな事故なんで、まあ、注目しておりますがね、ねどうなっていくかっていうふうに思います。以上です。